今日は歌舞伎町で一番の人気を誇るホストチンスコウヤに密着した。チンスコウヤのプロ魂に迫ってみよう。ねえちょっとチンスコウヤはまだ？申し訳ございません。少々お待ちください。もうトロトロしすぎ。正直問題。お願いします。はい、かしこまりました。チンスコウヤン、来てるんでしょ、チンスコウヤン。はい、チンスコウヤン。はい、お願いします。はい、とても呼んでまいります。ちょっとお待ちください。もう他に特に用事はないから。どうもいらっしゃいませ。え、誰？僕どなたですか？ゆきあいばです。はじめまして。そうなんだ、すごい。肌は綺麗だし可愛いと思うけどとにかくチンスコウヤはどこなの？もうすぐ来ると思うんですけど。もうすぐだって誰かについてる？あ、どうなんですかね。イラついてきた。すいません。何？他にいる？いや、多分いないと思うんですけどね。お待たせお待たせ。アレン様待ってたよ。はっきり言って待ちすぎて。待ってたよ。今日もすっごいセクシーだね。すごいセクシーでしょ。ああ、いい匂いするし。もうね、待った待った待った、もうボーイから誰から来たけど、正直相手してない。あれ、刃初めてだっけ？初めてです。初めて言ったよね。初めてだよね。しょっちゅう言ってたじゃん、俺。ああ、言った。俺のさ、太客の話もかなりね、お金も貯金切り崩し。いや、ほんとだよ。毎日2万は使う。いや、それは太い。毎日2万は使ってくる。笑い事じゃないよ。ごめんね、飲み物だよ、まだだよね。飲み物ちょっと喉乾いた。あ、ごめんごめん。喉乾いた。あ、ごめんごめん。これハブ酒。嘘。一発目来てハブ酒。いつもハブ酒じゃん。あれ多分そうなんだよね。私ハブ大好きなんだよね。大好きでしょ。大昔からね。確かにね。結構好きじゃん。とにかくハブ乾杯しましょう。はい。わっしゃーいわっしゃーい。今日もどうしも。ラブが効いてるよね。ラブが効いてんだよね。最近どうなの？使う金額2万をね、もう死に物狂いでかき集めて。ありがとう、本当助かってるよ。サラ金から基本借金地獄。そっか。でも返済はしてる。返済は基本滞り。あ、そっか。家賃は滞納。ああ、でもさ、綺麗だよ今日も。ありがとう。なあ、今日も綺麗だよ。ちょっといい？どうした？やめて、まださ、そうだよね。ごめんなさい。次って言ってるじゃん。そうだよね。急いでいいことない。2万しか使わないからでしょ。いや、そんなことないよな。私が100万単位で使えばやらせんでしょ。いや、そんなことない。そんなことない。そんなことない。こうなったら仕方ないね。仕方ない。お、僕見て大丈夫なんですかね。こうなったら仕方ないね。これはどこの肉だ。どこの肉だ。あれも仕方ないよね。アレン様、これどこの肉だよ。これは一旦。あんたこれが狙いでしょ。いいところにまたほくろが。うん。これすごいでしょ。すごいね。正直これ。すごい。すごいよね。あ、見ていいものなのかどうか。いや、わかる。いや、ちょっと緊張する。聞いてほしいんだけど、俺今月最高売り上げ叩き出して歌舞伎町1位になった。お、41万。イエスイエスイエス。もうほぼアレン様のおかげ。私がね、もう3社から借り入れてなかなかね、もう回らなくなってはきてるよ。いや、でも俺会いたいんだよ。またどこで？外じゃないんでしょ。なんで外で会ってくれないの？外はね、ラブホ。いやいや、でもまあまだ早いで。急いでいいことないって言ったじゃん。やっぱり急ぐよりもゆっくりゆっくり。はいよ。ああ、おしぼり。ああ、ごめん。なんでおかしい。ああ、泣かないでよ。これ汗じゃんかよ。ちょっと決まりすぎちゃった。汗じゃないかよ。涙と思って。どうしたの急にそんなに泣けちゃったって。ちょっと何。いや、なんか私は泣いただけだけど。じゃあこれだけは俺も聞いてほしい。俺の愛は本物っていう言い方だったらちょっと安く聞こえるよな。本物だったらお金関わらなくていいよね。いやだから怖い人ね。お金があるから好きなんじゃない。なんでそんなにテンパってるの。好きなんだったらこれが狙いでしょ。いや、それが今日これが狙いでしょ。ここの奥だよね、心の奥がやっぱりおなるよ、ここで。それだけはダメ。これやっぱ純愛を求めてる部分はあるじゃんな、刃な、あるのよ。だからそこはやっぱちょっと私刃くんに乗り換えるよ。うちの店ダメなんですよ。だよね、乗り換えダメなの。乗り換えるってちょっとアレン様に思わせてるってことは俺の、ね、力不足みたいなのはあるから、頑張るから俺。やきもち焼いた、やきもち焼いちゃった。この時にやっぱり本物の愛だなって俺は気づいた。やきもち焼いたからってことでしょ。そうそう、だから本当に好きなんだよ。私が背負ってる借金肩代わりしてくれるの。背負ってる借金肩代わり、それはまた話が違うじゃん。違わないよ、それはまた話が違うくないか。あんたのためにいくら金を借りたと思ってるの。じゃあいくら借りたの。600万。じゃあここでなんで2万しか使わねえんだよ。トータルでしょ。あとは買っちゃったの。いや、黒子買っちゃってんじゃん。自分の新作なの。新作だけど可愛いけど買っちゃったの。俺の愛は本物ってこと信じてくれた。なんかでもさっきやきもち焼いてくれたの見たじゃん、なんかそれ見て私ちょっと安心したから、今後もやっぱりお金は使えるかな。だけど大丈夫だからな。元気出して。おめでとうございます。いやーでも本当に今日も楽しかったよ。もう時間？もう時間なんですよ。そうだよね。まあでもずっと俺ついてたじゃん今日も。まあね。これが本当の愛だよ。まあね。でもちょっと今日。お会計、お会計、ちょっとお会計お願いします、お会計。ああ、もう本当にいつもだからさ。いやいや、そんな全然いいよ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。1000円。どうした？どうした？ちょっと休養できてるから。いや、ちょっと待って待って、どうした。でもこれ1000円しかさなくてさ。スイカはスイカいける。スイカ残高入ってる。多分でもいけるかもしれない。スイカ残高入ってるから。すいませんすいませんすいません。スイカでいって残高あるから。スイカはちょっと残高の方が。残高がちょっと待ってちょっと待って、いい加減にしてよ。スイカ使えないか今のこのご時世。キャッシュレスでしょ。まあでもスイカメイなんだろうなんでスイカが切れないわけ。まあそんな怒んないでよ、ね、もうさ時代錯誤も甚だしい。じゃあちょっとお願いします。何？失礼いたします。何え、これ何？今日さ、何の人わかる？誕生日でしょ。ほら、本物の愛。ケーキ。可愛い。すごいよ。何の今リズムだ。せーの。おめでとう。ありがとう。だから今日はさ、誕生日じゃん。嬉しい。だからお会計はもういいよ。イエス。ありがとね。じゃあもう帰れ。よかった。もう帰れ。ちょっともう行くよ私。待って食べないの？食べないけど取る？おかずにする。行くよ。帰れ。バイバイ。うるさい。バイバイ。はいということで、ホスト、デビューチンシス公演やってみました。いやー素晴らしい。協力してねいただいて。アレン様おお客様役として実は急遽そうなのよオファーさせてもらったんですよ。結構感謝して、いやマジで本当にありがとう。プライベートでも仲良くさせていただいてて、今後も仲良くしましょう。本当に大好き、嬉しい。本当にアレン様が今日来てくれたおかげですごく楽しくなったのと、あとヤイバくんですよ。はい、このアウェイクの代表もしているんですけれども、もう本当にそれこそヤイバくんとは僕番組で実は一緒になったことがあって、本当に優しくていい子。優しくていいけど服はくれなかった。いやいや裸になっちゃうね。この服欲しいとか言い出して一着しか今日ないしね。服くれない。いや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 、ちょっとイラついた。でも先にああいうの確かに似合いそうだけど、すごい好きなのこういうの。交換した。いやバレンシアガのシャツ持ってきてるから、それが着てないって俺が交換ということで、本当にありがとうございました。で、あとヤイバくんのチャンネルの方にも僕出演させてもらいますので、ぜひねヤイバくんの方の YouTube チャンネルも概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。ということで今日はありがとうございました。